はセンターに入れてワンツーを狙います。シュートまでいけるか大谷です。大谷シュート。いやービッグチャンスでしたね。今あっさり入りましたね。あ、逆にね、この、まあ、マイダルエリアでのワンタッチっていうのがね、こちらに工藤選手のプレーが良かったんですけど、竹富どうするか。一番右のソートを使います。一番外の工藤が入ってきます。ゴールキーエデルソン、センターにクリスティアーノ、クリスティアーノ、もう一回エデルソンへ、まあ、今出します。前にはコースがありません。2枚入ってきてところ松本のピンタスはそこに3枚いました。藤田、まあ、松本の守備からするとペナルティーエリアの中に入られるとやっぱりリスクが高いので、そうですね、あ、こういうのは避けたいところです。大谷シュートレンジだ。いや打てましたけどね。今パスにしたどうする。竹富シュート、ヘッド。この大谷選手のシュート打てると思ったんですけど ね、 そうですね。ここでこの時も打てたんですけどね。この左のシュートの方がコースなくて倒れながらも前に出しました。クリスティアーノ、3人に囲まれます。また竹富です、うん、いいパスだ。やっぱフィニッシュ、ナイスキーパー。もう一回シュート、これも触った。まあ、だからこそ、こうやって外に出して、ね、修行に行かせるっていうね、すごくいいことだと思うんですよね。はい、そうですね。大谷シュート。誰が飛び込んでくるでしょうか。一番遠いポストはヘディングシュート、枠までは届きませんでした。よく見えてますね。エデルソンへのパス。エデルソン、今度はクロス。なっているディフェンスですが、ルーズボールはただまた拾われそうです。鈴木が拾います。ああいうところのクリアもその、まあ、パスを出すのと一緒で、はい、パスを出す前にこう周り見とくじゃないですか。そうですね、足でパスを出すというのはヘディングとも同じなんですよね。ああ、なるほど。修行しながらもコースが上がった時にどこにクリアしようかっていうのをこう周りを見とく、はい、コース選手が少し下がり気味でボールを散らしながら、はい、攻撃をっていう意図はあると思いますね、はい、このオビナのところでシーンないですからね。ないですね。前半も少なかったですからね、はい、センターでシュート入ってない。もう一回押し込んだ。貴重な今のシーンです。エドワルド選手がね、エディングセリカってポスター立って跳ね返りようですね。これね、飯田選手こう最初マークついてるんですけど、普通にやっぱりこうなんていうんですか、ついてるだけでやっぱり絶対こう下がるカード、ウィリアン選手呼ばれました。はい、クリアです。何をねこのゲームから持って帰るかっていうことですよね、はい、そうですね。まあ、点差から言うと不可能なこう同点するのは不可能なことじゃないと思うんですよね。そうですね、このタイミングでどうでしょうか。インタメがまだボールが動いています。27歳のブラジル人プレイヤーです、ね、そうですよね。そうするとこうやってバイタルエリアが空いてきて、このシュートレンジです。シュート、キーパーが止めました。ということになりますね。竹富のシュートです。これもコーナーキック、クリアボール、小さいとこです。ウィリアン3人に囲まれます。シュート、左足、エドワルドのシュートでした。判定してシュート、決まったら素晴らしいシュートでしたね。もう一回欲しがっています。クリスティアーノ、いやらしいボールだ。シュート、入りきらない。エドワルド、ここは2対2で湘南崩しにかかりました。もう一枚ここにいて、ここでシンプルロスボール。
本は決して今ラインは高くありません。1対1に常に競り勝てればというディフェンスをしています。実際の試合になった時のこの緊張感だったりプレッシャーだったり、なんかそういうところで微妙なズレがあるかもしれませんしね、はい、切り返してクロス、あ、うまく判定しました。いい処理でした。シュート、今オビナのマークについていたんですが、それを外して自分で行きましたね。行きましたね、はい。まあ、少しこう中を見ながらクロスを上げる気にしながらシュートを狙ってきましたね。岩上のシュート、パンチング、あ、これはゴールキーパーもいい判断ですと、頼れるっていうのがなかなかね頼もしいとかね、そういう形容詞もつく選手がたくさん出てきてほしいですね。もう何かこう安心感を与える、はい、キーパーいい判断です。その選手がいるだけで、自信がないとこの怖いフォーメーションは取れないと思う。シュート、いいボールだ。枠は外してしまいました。タイミングはよく打っています。菊池俊介のシュートです。まあ、ブラスセカンドボールですね。そうですね、これ拾ってからシュートになりましたけど、まあ、0対1、安藤16分のゴールで白を基調としたユニフォーム、松本矢田がリードしています。ゴールキーパーダイレクトで切りました。タッチラインに逃げて、さあもう一回これを裏返してこう個人技でこうかわしていくとか、はい、まあ、そういうところのこうアクション、そうそう、あ、これはうまくかわした、うん、あ、ただこのクロスはどうでしょう。シュート、もう一回あるワントラップして、シュート、ブロックされた、まだある、シュート、これもブロック、もう一回あるか、クリアです。さあ見てみましょう。まずここのボールからこれダイレクトで蹴って弾き返した、はい、でセカンドボールもう一回シュート、うん、これも同じ選手に当たって最後枠入ってましたね。飯田選手が海に飛んだという形とか、あるいはその枠の近くに飛んだという形と、そのシュートの定義っていうのがあるんで、ここは工夫が欲しいですね、うん、どうするか。直接行った、あとちょっと、長き惜しいフリーキックでした、ほとんど回転してないですね。まあ、これくらいの距離であれば壁も2枚っていうところも、どうするか、外しかコースがない、ゴールキーパーキャッチします。まあ、もちろんスペースないんでなかなかこう崩すっていうことはできませんよね、はい。まあ、あとは個人技、そうですね、はい、外という数字を全員が共有します。コーナーキック、キーパー触れない、どうだ、入ったか、見てみましょう、はい、ここはまずミサオのコーナーキックからアンドレ・バイヤもいます、はい、あ、これは誰だ。ただまあ藤田選手がね入ったので、やはりこういうところもやっぱり藤田選手が入った効果が出てきてます。シルバへ、ゴール前にラファエル・シルバ、ラファエル・シルバへボールが出る、わあ、これだ、これいいパスですけども、これあの山本浩介右足もあるので、あのシュートフェイントが効くんですよね。クリアは飯田、ただラファエル・シルバに収まるか、ワンツーでラファエル・シルバシュート、こぼれる、このセカンドボール、新潟拾った早間、早間かわした、シュート狙った、早間、劣勢にも見えた時間帯から新潟先制ゴールを奪った。ゴールの瞬間、その早間にベンチ、そして監督、コーチ、すべての人が抱きつきました、今日はそれに応えた形ですよね、はい、さあ2点目を狙う、おー、大井か、最後はラファエル・シルバが触ったか、新潟追加点、先制点から3分後にキャプテンの大井が決めました。